1880年、アメリカ合衆国大統領選挙は、外して共和党の南部におけるレコンストラクションを緩める動きに対する国民投票として見られた。当時、特に大きな清争はなく、唯一関税の問題があって、共和党は高い関税を支持し、民主党は低い関税を支持していた。現職の大統領ラザフォード・ヘイズは1876年、 アメリカ合衆国大統領選挙運動中になした公約を守り再選を求めなかった。共和党は最終的にその看板候補としてもう一人のオハイオ囚人、ジェームズ・ガーフィールドを選んだ。一方民主党は南北戦争の将軍ウィンフィールド、スコット・ハンコックを候補者に選んだ。ガーフィールドは一般選挙でわずか2000秒ハンコックを上回った。 だけであったが、選挙人選挙では、全369票のうち214票を獲得して、容易に当選した。共和党の指名候補者現職のヘイズは、指名を求めなかったが、元大統領のグラントは、公然と3期目の指名を求めた。シカゴでの共和党全国大会に入った時は、グラントが一番手であったが、その敵対者は、ジェームズ・ジー・ブレイン。 ジョニー・シャーマンなど他の多くの候補者を支持した。オハイオ州大議員の一人であった、ジェームズ・ガーフィールドはシャーマンを支持する主要演説を行ったが、間もなく自分自身が大議員の票を得ている者の,の中にいることが分かった。36回目の投票でガーフィールドは399票を集め、グラントの313票。 ブレインの285票及びシャーマンをしのぎ、大統領候補に指名された。次に、レビモートンが論争を避けるために副大統領、指名候補を降りた後で、チェスター、A ・エアーサーが、エリュービー・オッシュ・バーンを大差で破って、副大統領候補に選ばれた。この党大会では、大議員が初めて、アフリカ系アメリカ人のブランシュ・ケルゾー・ブルースに票を。 投じたことでも注目に値するものであった。民主党の指名候補者オハイオ州シンシナティの民主党全国大会は荒っぽい事態、まさにナンバースモの名前が潜在的大統領候補に現れてきた。最終的には南北戦争の将軍ウィンフィールド、スコット・ハンコックが大銀、票705票を獲得し、154票のベイアード、129票のランドール、 81票のペイン、69票のサーマン、66票のスティーブン・ジェイフィールドなど、数多の候補者を抑えて指名された。続いて、ウィリアム・ヘーデン・イングリッシュが副大統領候補に指名された。二大政党の財政政策に不満を抱いたグリーンバック労働党は、1876年の選挙でも少数政党であり、今回は、 ジェームズ・ベアード・ウィーバーを大統領候補に、ベンジャミン・チェンバーズを副大統領候補にして戻ってきた。フリーメイソンに不信を抱く運動家が新しい移民排斥主義政党を作ることになり、古い名前であるアメリカ党を再使用した。元南北戦争の将軍でバーモント州の反フリーメイソン運動指導者ジョン・ W ・フェルプスが大統領候補に、 元カンザス州上院議員サミュエル・シー・ポメロイが副大統領候補に指名された。民主党は論争のあった1876年の選挙を攻撃して選挙運動を始め、共和党は再び南北戦争を持ち出したが、間もなく対象は人格に移った。ガーフィールドは勤勉で叩き上げであることを宣伝した。共和党は ゲティスバーグの戦いに従軍したことで広く、尊敬されているハンコックを直接攻撃することを避けたが、将軍は腐敗した、民主党の名目上の指導者として行動すると主張し、モリーレターでガーフィールドを陥れようとしている人のように言った。民主党は共和党の腐敗を宣伝し、ガーフィールドと特にその伴走候補者アーサーを攻撃した。 1873年の強行の影響が収束し、十分な資金があり選挙運動もうまくいったことを合わせてガーフィールドに利点があった。下記ジョージア州の票を参照州ごとの結果ジョージア州の票アメリカ合衆国憲法第2条第1節第3項によれば、連邦議会は選挙人を選任する時期及び彼らが投票を行う、日を定めることができる。 この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければ、ならない、とされている。1972年、連邦議会は選挙人投票の日を12月の第1、水曜日と設定し、1880年の場合も、その日に、すなわち12月1日に設定された。しかし、ジョージア州の選挙人は12月1日に投票できず、 次の週の水曜日12月8日に投票した。連邦議会は、ジョージア州の票を公式集計に含めることを選択したが、ジョージア州の票は意見であるので、ハンコックの選挙人票は155票ではなく144票であるという異論がある。ありがとうございます。